デビット・リーンは、イギリス出身の映画監督である。デビット・リーンとも表記、ロンドン郊外、クロイドン生まれ、19歳の時号モンピクチャーを訪ね、使いっ走りとして雇われる。映画らしい、最初の仕事は、カチンコ係だった。その後カメラマン助手、助監督、編集、などの仕事を経ていき、1942年に劇作家、 ノエル・カワードとの共同監督作品、軍機の下に、で戦闘シーンの撮影を担当して監督デビューを果たす。作品は戦中ということもあり、イギリス海軍を主題にした英国に対する愛国心の強い内容だったが、初監督にして作品はアカデミー作品賞にノミネートされた。1945年にカワードの短編儀曲、生物画を映画化した恋愛映画、 愛引きを発表。作品は第1回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞し、自身も第19回アカデミー賞にて監督賞と脚色賞にノミネートされた。その後も代表的なイギリス文学である大いなる遺産とオリバーツイストの2作品を映画化し、大いなる遺産では第20回アカデミー賞にてアカデミー作品賞や監督賞を含む5部門にノミネートされ、 美術賞と撮影賞を受賞する。1954年にはコメディ映画コブスンの婿選びで第4回ベルリン国際映画祭キンクマ賞を受賞。1940年代から1950年代にかけてライバルであるキャロル・リードと共にイギリス映画界を牽引していった。1957年。 ハリウッドの大物プロデューサーであるサムスピーゲルとタッグを組んだ戦争映画戦場に駆ける橋を発表。戦前からチャップリンと並んで国際的に有名だった日本人俳優早川節舟やイギリスを代表する俳優アレック・ギネス。ハリウッドでも指折りのスター俳優ウィリアム・ホールデンなど世界各国から豪華キャストが集結した本作は ビルマの奥地であるジャングルでの撮影など過酷を極めたものだったが、いざ公開されると大ヒットを記録し、本作のメインテーマ、クワイガーマーチも世界的に有名な映画音楽となる。また、第30回アカデミー賞では作品賞を含む7部門を受賞し、リーンも監督賞を初受賞した。戦場にかける橋の成功により、リーンはさらなる大作、アラビアのロレンスを 再び、スピーグルとのタッグで制作する。ピーター・オトゥールとオマーシャリフのデビュー作ともなった本作は、1962年度の全世界年間興行成績では1位を記録し、前作を上回る大ヒットを収めた。第35回アカデミー賞では7部門を受賞し、2度目のアカデミー作品賞、自身も2度目となるアカデミー監督賞を受賞した。1965年、 ソ連の作家ボリス・パステルナークの小説、ドクトル・ジバゴを前作にも出演したオマー・シャリフ主演で映画化。イタリア人を大物映画プロデューサーであるカルロ・ポンティが MGM に持ち込んだ企画であった本作は、前作の大作日本で大成功を収めていたリーンの監督就任により実現した。公開当時、批評家の間では評価が割れたが、 MGM の宣伝効果もあって工業的には1億ドルを超える成績を叩き出し、本作のメインテーマ、ラーラのテーマも世界中で大ヒットを記録。劇中に登場したヘアスタイルやファッションまでもが流行し、ヒロインを演じたジュリー・ックリスティも絶大な人気を獲得した。第38回アカデミー賞では、サウンド・オブ・ミュージックという強敵のために、 作品賞と監督賞は逃したものの、ボルトの脚色賞を含む5部門を受賞。仮作ではあったものの、これらの3作品は、リーンの監督としての名声を絶大なものとした。また、これらの3作品すべてで、リーンはアレック・ギネスを起用。オマー・シャリフ曰く、リーンにとっての成功のお守りだったという。1970年、ライアンの娘を監督するも、今度は、 批評的、工業的にも失敗。この失敗は、リーンの監督としての自信を喪失させ、ここから14年間にわたって、メガホンを取ろうとはしなかった。そして14年の月日を経た後、1984年に遺作となる、インドへの道を発表。本作では、脚本、編集も担当し、監督としての健在ぶりを見せつけて、復活を遂げる。 1980年代中頃、指定関係にあったスティーブン・スピルバーグ制作で太陽の帝国を監督しようとしたが、最終的にはスピルバーグ自らがメガホンを取った。その後、コンラッドのノストロモの映画化を企画していたが、1991年、病に倒れて83歳で死去した。クブジョクンシャ。リーンの作風はスティーブン・スピルバーグや、 マーティンスコセッシなど次世代の映画監督に多大な影響を与えた。特にスピルバーグは高校生の頃にアラビアのロレンスを見たことで映画監督を目指すことを決心したと語っており彼を偉大なる詩として尊敬していた。リーンの自然主義的な作風はスピルバーグに大いに受け継がれておりアラビアのロレンス戦場にかける橋ドクトルジバゴは撮影前に 必ず見直す作品だと語っている。また、クリストファー・ノーランは、ダークナイトの撮影で、アイマックスカメラを使用した際、デビット・リーンが砂漠の中で65ミリのカメラを抱えられたなら、僕たちに、これが使いこなせないわけはないと語っている。本来はプロデューサーが受け取り人である、作品賞の受賞、ノミネートも含む、ありがとうございます。